切妻ハフのある寺院建築名神寺の栗。ハフは東アジアに広く分布する屋根の妻側の造形のことである。切妻作りや入りも屋作りの屋根の妻側には必然的にあり、妻壁やハフ板など妻飾りを含む。ハフとは元は切妻作り、入りも屋作りの屋根の妻側部分を広く示す名称である。屋根の平ら側に ドーマーのようにあえて部分的な切り妻作りの屋根をつけて、ハフを生じさせ、屋根装飾とした例が、日本の神社建築や、城郭建築に見られる。日本では、平安時代五郎以降に、千鳥ハフや東ハフが現れ、室町時代末期から安土桃山時代にかけての時期に、神社建築の権限作りや、城郭建築の天守のように複数のハフを組み合わせる。 デザインが考え出された。日本の一般住宅の妻壁部分には、下見板張りなどの板壁やモルタル、漆喰塗りゴムなどの塗り壁で仕上げられ、ビオモヤには、ハフ板や、化粧板金が付けられるが、上角建築や、寺院建築の妻壁には、きつれ格子や漆喰、または、いのこさて首などの化粧材を見せることもある。幅の広いハフ板に、漆喰や、 黒漆などを塗布し、掛け魚という彫刻を施した板を取り付けることが多い。ハフ板に飾り、金具を付けると、さらにカビになる。入萌やハフの三角形部分が小さく、建物の桁行き方向へ、中心寄りのハフを、律書が深いという。この、律書が深い入萌やハフは、安土桃山時代及び、江戸時代初期より、前のものに見られる。ハフには、 入モやハフや東ハフなどの種類がある。以下に書き出した。日本の城郭建築や御殿の屋根に千鳥ハフを二つ並列して据え置いたものを言う。全くの飾りとして付けられる。株掛け魚若宮神社本殿六葉の簡略図掛け魚とは、ハフ板の下に装飾を目的として付けられる彫刻を施した板のことである。掛け魚とも記す。通常の読みは、 ゲギヨであるが、ケンギヨと読むこともある。発祥地と考えられている中国では、シデギョとも呼ばれている。ハフ板の合掌に、灰掛け魚、タの突出する場所に、甲掛け魚が用いられる。掛け魚の両端にヒレと呼ばれる彫刻をつけることがある。板の中央に四葉や六葉などの花形の彫刻を取り付ける。トウハフには、ウのケ同士がつけられる。 ありがとうございます。